おはようございます。朝から7メガはね、夜明けのあたり前後がねコンディションがいいのでね、FT8 とかちょっと聞いてみようと思って無線室来たんですけどね、やたら賑やかだと思ったらコンテストやってましたね。コンテストやってて、もう CW もやったら賑やかで、こんなにね人が出てる日はないんですけどね、さすがコンテストですね。ちょっと嬉しいですよね。普段なんか皆さん FT8 一辺倒で全然ホームバンド静かで寂しかったりしてのを感じてたんで、今日このものですけどね。それで、この 75A4 で AM やろうと思ったんですけど、こっちの 32V3 と組み合わせてですけど、まあ AM 時代の受信機がやっぱりマッチしていいかなと思って、昨日ねこれ出してきたんですよね。いやさすがコリンズだね。何年寝かしてても電気入れるとちゃんと動きますからね。基本設計がやっぱりいいんでしょうね。まあ簡単に解説すると、この 32V3 っていうのは、まあ、AM の送信機で、発売は1951年、それでね、これはあの 3.5 からなんですよね。 3.5、7、14、21、28、11、10メーターとね、 AMCW の送信機なんですけどね、でもまあ CW で 150W、 AM で 120W っていうんですよね。なかなか集団にねちゃんと変調かけてる、プレート変調なんでね、本格的なというかちゃんとした AM なんですけどね、いい音ですよね。そしてこれはね 75A4 の前の 75A3 です。 75A3 75A2 が50年に発売されて、これは1952年発売です。まあ、AM の時代最後の受信機かな、コリンズで発売したのはね。まあ、S ラインとか、あとあるんですけどね。なかなかやっぱりその時代のものなんで、AM なんか受信してもね、いい音ですよね。久しぶりに出たから分かんねえ。これか。AM もね、ちゃんと、一応簡単なフィルターが入っているので、フィルター広くすると、いい音ですよね。ちょっとこれで待機が狭くなったかなって感じの音になりますけどね。よいしょ。これ一応 SSB っていうのがなくてね、 CW で BA4 が発信して、ピッチはねここで切り替えて、こっち LSB こっちにシフトすると USB っていう感じで復調できますね。なかなかね大変ですよ。まあこういろいろいじってなんとか受信するっていうところが、
操作感がいろいろ楽しいというか、一応ね、これ、一応というか、手加えちゃったんですよね。SSB の副調が、もうちょっといいようにってことで、プロダクトケンパを組み込んであります。プロダクトケンパでね、まあ、一層 SSB の自信が良くなったかなっていう感じなんですけどね。当時の機械にしてはまあまあ周波数も安定してて、昔はねこの VFO ボックスの中、まあ、コリンズの場合は PTO っていうんですけどね、この中にね周波数が動かないからなんか不活性ガスが入ってるとかね、なんかまことしやかなね噂が当時あったらしいですけどね、大したもんですって。というわけでちょっと 75A4 はちょっとお休みです。もう一点あるんですけどね、はい。というわけで、これでね、受信感度どうなのかな、一応ね、プリンプも用意はしてあるんですけどね、オールバンドのね、やっぱりお得意の、こう、なんつうんですか、この11メーターっていうのが入ってるのが、泣かせるよね、昔は。無視できなかったのかな、必ず入ってますね。11メーターの、なんだろうこれ、27.005 はコンディションがいいのかな、なんか聞こえてますね、よいしょ。日本語じゃないな。どっか、あれこれ周波数いくつだろう。外国の言葉が聞こえてますね。なんか聞こえてますね。コンディションがいいのかな、はい、横文字だか縦文字だかが聞こえております。はい、というわけで今日は本当に賑やかだ。というわけで、とりあえずちょっと動画撮ってみました。はい、まだ朝、何時だろう。あ、でももう6時半だ。はい、今日は日曜日。ちょっと雨ですけどね。雨なので朝のウォーキングは中止。ちょっとここのとこサボってるんでやばいんですけどね。はい、今日はもう一日元気でいきましょう。